どうも、ライオンです。今回ですね、今日は、ちょっと、なんとかこの頭のところね、取り直ししてるんですけれども、声がね、時々すんごいかすれた、感じになっちゃうんですけど、ちょっと、疲れが、結構来てまして、もう、普段、大事な一日ですとか、第10位ですとか言われてた人がいっぱいいるのかなとかね、何の話してるんだよ。はい。ガンダムの話しましょう。はい。一切やってなかった。そう。今回紹介するのはこちら。RX78-2 ガンダムビヨンドグローバルです。ねえ。40周年はいいですけれども、もう何個このガンダム出すんだよってね。けしからん。もっとやれたんですけども。はい。さあ、新しいガンダムがね、まあ HG で、まあこの HG のもう技術をね、フルに注ぎ込んだっていうようなね、初代ガンダムね、できましたんで、早速今日、買ってきてね、作りました。それがこちらになります。じゃん。ちょっと角度が悪いかな。はい。改めてどうでしょうか。まあかなりかっこいい、うん、体型になっちゃって、まあでもあれかな、好みは分かれるところなのかなっていう風な感じはしますね。うん、でも最近はもうこのすごい足が長い初代ガンダムってのも見慣れたような気もするんですけどね。あとはそうね、すっごくウエストが細くなってる。うん、まあちょっとなんかこの中にコアファイターってどういう風になってんのかなっていう風に思うんですけど、もちろんこのキットには、コアファイターが中に内蔵されているといったギミックはなくて、それも付属してません。付属しているものとしては、まあこのガンダム本体、そして武器はビームライフルとシールド、そして、ね、背中に刺さっている、ビームサーベルのグリップがありますけれども、まあ毎度おなじみのビームサーベルのエフェクトがここでついてて、ビームサーベル表現もできるという。で、今ここについているのが、このビームライフル用の、ビームライフル握り手ですけれども、この左手と同じように、普通の握り手、まあビームサイベルとか握る用のやつかな、握り手と、あと左手は、こういった手を開いている、ね、平手なんかもついております。うん。内容はね、全部でこれだけなんですよ。バズーカとか、ハンマーとか、まあ、そういったものとかは、ついてないです。はい。さあ、そのわけで見ていきましょうかね。まずパッと見、ね、さっきもちょっと足が長いねとか、ね、ウエスト細いねとか言いましたけれども、まず色ですよね。パッケージはね、割とはっきりとした、コロールカラーっていうのかな。うん、赤、青、黄色、白。ね、バキッと、原色って感じの色で描かれてるんですけれども、実際成型色は、このカメラでどれぐらいね、捉えてるかわかんないですけども、ちょっとね、白を混ぜたようなというか、スモークがかったような、そんな感じの色になっておりますね。赤っていうよりかは、なんかこう、白の混ざったえんじのような。うん。あと、このボディもね、青っていうよりかは水色に近いのかな。うん。黄色もなんかこう、パステルカラーとか白の混ざったような。うん。っていう風にね、色のこと言ってるじゃないですか。これね、一切塗装してないんですよ。全く塗装してません。ものすごい色分けがね、よくできてるんですよ。まあまあ、いろいろとね、色分けされて、それがすごいガンダムってね、144分の1でもね、ありますけれども、今までなかったんじゃないかな。ここ。この V 字の、この黄色のやつ。これね、プラモの成型色で表現されてるんですよ。あと、この顔の中もね、ちょっと、これね、顔も結構この兜の中に奥まった感じの表現になってて、かなり小顔に見える。顔全体の大きさはね、そこまでちっちゃくないんだけど、中に収まってる顔がすごく小さく見える。小顔効果のある感じで、この目とか、あとこのね、目の下の赤いパーツ、うん、あとこの、カメラの色とか、ね。これも、プラの色分けで表現されてます。うん。シールとか塗るとかじゃないんですよ。でね、あと、変わったところといえば、こんな風になってんなと思ったのは、あと、まあ、頭ですね。まずは。結構、
左右だったり前後だったりで分割されてそうなこの頭のね、やる兜部分ですけれども、一体成形になってて上からスポッと被せる形。しかもこの V 字の角、これがこの兜の方と一体化してるパーツで、で、この中心の赤い五角形のパーツ、うん、これがあのカメラとか、あと口とかと一緒になってて、これついててっていうね、もう見事な色分け。で、また前後にパーツとかじゃないんだっていうんで言えば、この肩もそうですね。これ一つのパーツになってて、このつなぎ目とかが一切出ない。うん。まあ、いろいろモールドがね、テレビアニメとは違った感じっていうのかな。まあ、でも最近はこんなの入ってますよね。ついてますが、まあ、そういったものがね、全身にあって、パーツのつなぎ目っていうのは、まあ、モールドっていう風に表現されております。装甲のね、つなぎ目として表現されております。でね、やっぱりなんといっても可動範囲の広さ、可動箇所の多さ。これすごいんですよね。ちょっと武器外してみようと思いますね。はい、武器などを外しました。まずね、なんといってもこの肩、ここまで上がる肩自体が、この胴体の中とかこの肩の関節とかが、ボールジョイントとこのボディの中の、いろんな複合関節っていうのかな、何重にも関節が組み込まれていて、こうやって肩自体が胴体の上にグイって上がるし、もちろんちゃんと前後にもここの部分がね動いて、前後にも多少こう、ね、腕を前にグッと引き出せるようになっています。で上腕もここに、一つ回転軸があって、あ失礼しました。で肘はもちろんね、もうほぼ180度近くね曲がります。はい。で、この前腕にもこの溝があるんですけども、ちょっと引き抜くと、ここはね、ボールジョイントで、接続されてて、ちょっと曲がったりとか、ここで角度が変わったりとかします。はい。で、さっきね、ちょっと取っちゃったんですけども、ここを引き伸ばしたところに、この前腕の先の方で、この縦をパチンと取り付けるというような方式になっています。だから縦をつけるためのなんか穴が開いてるとかそういったことはないんですね。うん。若干中のね、このフレームのパーツがちょっとこう見えたりとかしている表現なのかな。このグレーが所々にあるっていうね。最近なんか模型とかそういうのが流行りなんですか。装甲を開いたりとかね、中が見えてたりとか。はい。で、続いてウエストですけれども、こことここにボールジョイントの関節が入ってますし、まあ、そんなにググッとはね、動きませんけれども、ここはちょこっと動くし、ここは結構動くの方かな、この間は。まあこのねデザイン的に干渉してますんで、そんなにグニャッと曲がったりはしませんけれども、で腰なんですけれども、このねアーマーがこうやって、まあ、ボールジョイントでそれぞれ動くっていうのが曲がるんですけども、腰今までガンダムでこんな開き方するのってなかったんじゃないかなっていう私は思うんですよもね、こんな感じになっています。そしてお尻のところも、これはねなんかここのパーツ、中心のパーツごとねこう動いちゃう、うん、ここでね独立して動く、この2枚は動かない、ここはこれごと動く、なんかちょっと不思議な感覚がします。で、足の股関節なんですけれども、股関節の軸自体が、サーティミツミッションズと一緒ですね。クランク状のものが入ってて、ももの関節がグイッと前に出てくるようになってます。こうだね。で、もちろんここの状態で太ももだけも前に動く。まあ、サーティミツミッションズと同じ感じの股関節になっております。ね、もちろん膝も二重関節でグイッとね、正座ができちゃうぐらい曲がりますね。で、足首もね、まあできませんけど、なんかつま先立ちができそうなぐらいピーンと動きます。で、ここが、かかとがね、ちょっと外れる形になってて、なんでしょう、こう足をぎゅーっと後ろに
明日かみたいな、こういったポーズができるっていうのかな、うん、こんな形で、まあ、自立させることができるっていうのかな、うん、かなり足の角度の決め方、広いですんでね、いろんなポーズができるんで、そのいろんなポーズで立たせることができるっていう感じでしょうか。はい、ちょっと整えたいと思います。はい、そんなわけで、まあ、買ってきて作ったばっかりのね、ガンダム、いろいろいじりながらね、喋っていきましたけれども、まあ、まだまだ私の発見できてないところとかね、紹介しきれてないところたくさんあると思いますんで、よかったら一つ手に取ってみてはいかがでしょうか。まあ、記念商品みたいなもんですからね、初代ガンダム、とてもシンプルなデザインですし、ね、このまますぐ見で雲もよし、ね、まあ、これだけ色がはっきり分かれてるんで、塗装派の人にも結構塗りやすくて嬉しい設計だと思いますし、またなんかいろんな改造の素体にするのもね、この初代ガンダムっていろいろ遊べるね、モビルスーツですから、ぜひぜひおすすめの一つとなっております。ちょっとね、いろいろ動くんで、普段あまりさせない S 字立ち挑戦したんだけど、なんか変だね。すっごい胸張ってるような、角度的に股間が一番出てしまってるから。せっかくね、いっぱい動くガンダムなので、ポージングセンスも磨いていきたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、なんか疲れた声ですいませんね。うん。じゃあ、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあ、また会おうぜ。闇が空を覆う